4年生の元気な子です。こちらのお手本なんですが、2年ぐらい前に娘が学校からもらってきたで使ってたものなんですが、今年これじゃないものを、同じ元気な子でもちょっと違うのを使ってる子がいたので、まあいろいろあるんだと思うんですが、とりあえずこちらのもので説明をしていきたいと思います。まず中心線なんですけど、ここね軽く引いてありますが、見てみると結構左に字自体が寄ってますよね。それなぜかっていうと、ここ元気ってあるこの、両方この右の羽、これって字形としてはこういう風に斜めのラインをこうやって作りたいんですよ。この字もそうなんですけど、こういう風にっていう風にするときに、この右の羽がきつくなってしまわないようにちょっと左にずらしているような、そんなイメージですね。ちょっと大きくしてみましょう。で、筆の動きをまずはこのちょっと鉛筆でねやっていこうと思います。打ち込みはいつも左上からこう入るような感じでグッと、これ分かりづらいんですけど、少しこう反り上がるようなイメージです。キュッと。で、止めるのは筆をしっかりと起こしましょうね。ここね、お尻がドカンってこっち側にこう落ちてこないように止めます。とこちらに線の質を鉛筆ですけどね書いてみます。こうに入って、こちらからねこうに入っといて、キュッっていう、こういうイメージですね。この時中心線がこの辺りにあって、少し左が長く出てるかなっていうぐらいにしておきましょう。で、次がここからここに来ますね。漢数字の2のような感じで、打ち込みは一緒なんですけど、ここからこういう風にこっち側に沿ってますよね。ぎゅーっと。で、1本目より長くてちょっと引き締まったような線で、そう、ここ左の方がね、これの場合はなんですけど、左が結構出て右があんまり出てないなっていう感じ。まあでもそこはね、どうでしょうね、他のお手本違うのかもしれないので、全体の感じを見てうまく入れていきたいです。ここ真ん中の線がこうありますよね。左、ここどうに入るかって言ったら、こういう風にこっちからこう入るんですけど、付け根がここ見えるようにします。少し空間が空いてますよね。ペチョって中に入れてしまうと全部が隠れて重たくなる感じになっちゃうので、スッとこの辺からこう引くようなイメージで、ここでしっかり止まります。筆の向きはこうやって入ってますよ、こちら側からこうにね、スッと。で、出たお尻が出てる状態でしっかり止めて、しっかり立てます。立てる、筆を起こします。なんかね、こうにやるようなイメージですね。こういう感じですね。起こしておいて、こう横に行きましょう。その時にこの下のラインですね、ここがしっかりと決まると綺麗です。これが、じゃあちょっとここにね書いてみますよ。こういう風に入ります。筆ってほら、太さがありますよね。今こう一本線で書いてますけど、実際はこうになって、こうグイーンっていう、こういう感じでこう止まってこうになってますよね。で、こちらはこういうラインでこうに来てるはずなんですよ。で、それに対してどうに入るかって言ったら、こうやって入るってことなので、こっち向きにこう、ここからこうに左に来るようなイメージです。こう下に来ないように、こっち、これダメですね。下に来ちゃうと格好悪い。で、またこれが左に行けばまだいいですけど、こう下に流れっぱなしだとこれなお悪いって感じですね。なぜかっていうと、これ左に行ってくれないと、ここが開かないね。開けたいんですよ、なるべく開けたいし。で、ちょっと左に行って下の方にこう流れたまんまじゃなかったなっていうのもわかると思うんです。これなぜかっていうと、さっきここ下のラインをね明確にっていう話をしたと思います。ここのラインを明確にしたい。なぜかっていうと、1、2、3画目、今書いてますけど、4画目はじゃあどうに入るかって言ったら、同じようにこういう風に当ててくるんですよ。中心線のちょうど上に当たるぐらいな感じになります。その時にこういう風に
少し内側に来てるかなっていうぐらいの時からこう曲がり始めて、こういう感じでこういう風に来て、あ、切れた、こういう風に来て、映ってますかね、この辺からのこういうライン、これに肉をつけていくような感じ、こういう感じで、こちらもこう、これじゃ太いね、ここじゃこんなに太くはないですよ、キュッと締まるような線質で、こういう風にこういう風に着といて、よいしょってこういう風に上がるような、こんな感じのイメージですね。でここの下のラインをこう合わせたい、そう、これを合わせるっていうところで、なるべくこれ下にあのシューって 流れちゃうと、こうどこに合わせたらいいかがちょっとわからなくなってくるので、なるべく左にこう行くような感じで、ここから回ってここに到着できるような感じのイメージでね、持っていきましょう。そうするとここ合わせやすいんですよ。なので1、2ってできたら、3画目をしっかりとあの下のライン、地面のねこの高さがしっかり分かるようにっていうところをね、気をつけてやってください。まず弦ですね、書いていきますね。1画目の書き方としては、ここ見てください、こういって、それでしっかり方を立てますよ、ここをキュッと立てて、こういう感じです。で穂先今ここにありますね、お尻は上がってます、上げてください、こうねじれるような感じですよね、ここほら、これでほら、こういう感じです。もう一回これを描いてみましょうか。同じ線質を描いてみますよ。まずは頬をこちらからこういう向きで入れます、こっちからこうです。でこのままというよりはこう起こします、ほがちょっと斜めにするとこういう感じですね、こういう感じになってますよ。からこちら向きに行って、お尻をドンってしないで、このままほらお尻上げてください、ほらこうして、ほがねくねっと立ってるような、なんかね腰がこうくねくねしてるような感じですけど、こういう感じですね。じゃあこの線に対して2画目のラインはどうなってるかっていうと、ここね、打ち込みはこう左上からですけど、こうぐーっとこう反ってますよね、こちら側にこういう風に反る線だったなっていうのが分かります。それに行きましょう。1画目がこれ、2画目はこう入って、角度もややこれよりも少しね寝てるような角度ですね、角度がね、筆は起こすんですよ。でこういう感じです。でグリグリってやったとしても、お尻落ちてるわけじゃないんですよ、ここほらね、これじゃあ落としたらどうなるかって言ったら、こうやってお尻落としたらこっち側にほらこうに出ちゃいますよね、これはいけないやつ。もう一回この線いくと、こうしたらお尻上げといてねって感じ、こうです、したらここでお尻上げて頬立てます、こんな感じになってます。今すごいバサバサっていう感じですけど、ここでこうですね、そうで、ちょっと2画目そっか、中心の線の話をしてなかったので、より左から始まるってことなので、これがちょっと上の方に行こうかな、狭いから、こうにしてこういうイメージで乗っかってください、こんな感じで、左こう入ってこういう感じですね。うん、じゃあ次3画目がどういう風になってるかっていうと、当て方まずいきますよ。こちら向き、筆はいつも左上からこういう向きで入って、はい、ここで立てて、しっかり立てて行き先を定めます。甘いと下に落ちてしまうので、左左左左ってこうやって、あ、こっちにこう行くんだったなと思ってください、こうです、左ね行けましたよね。でその時に下がこう、下の位置を明確にできてると一番いいです。いけない、あのもったいないのは、せっかく下に行けたのにこのまま下に向かってこういう風に出ちゃってると
やりにくいんですよ。これがほら一番下ってここなのかなって思っちゃいますよね。そうするとどん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 こう縦長になっちゃうんですよ。これがね、ここまで、もうこれがもうちょっと長かったとしたら、じゃあここまでなのみたいな。でこんな風にほら少し違うだけで字全体の感じが違っちゃうんですよ。だって比率が変わっちゃうからね、上と下ってことなので、左へ行こうとすることと最後切り抜かないでもっと左、こうなんならこういう風に回ってくるようなイメージでここに戻ってきたいんだよっていうところまで見てください。でそしたら次が最終角はどうなるかって言ったら、この真ん中の線に乗っかるような感じですね。こういう感じ、打ち込みは一緒ですね。こういうところがしっかりと開いてあげられるように、こことここね一緒ぐらいね。でこう入ったら、はい、これもしっかりと頬を立てます。そこからこう来て早めに曲がってますよ。でちょっと離してみますけど、ここさっきのこのラインだよって決めたところを目指して曲がるんですけど、これね切り返しこの辺りなんですよ。結構早い、もう出発したと思ったらすぐ曲がり始めてるんです、これ。で曲がりながらどんどん太くしていくようなイメージなので、これだとちょっと遅いかなぐらいですね。もっとこっちのお手本は早いです。でも実際これでもまあまあいいかなって思うぐらいなんですが、だからちょっと早めに曲がってあげるっていうこと。ここのね隙間見てください。なんか三角定規が入りそうな感じですけど、お手本の方はもっと大きな三角定規入りそうです。そうで、ちょっと難しく感じるのがこの羽根の仕方ですかね。ちょっと髪のギリギリのところになって分かりづらいかと思うんですが、ここからどうに動いてるか、筆がね一回止めていいんですよ。このまま今穂はあっち向いてますね。あっちこういう向き、穂がお尻がここにいますよ。筆のお尻ね、だからこういう向きになってないでしょ。こうじゃなくてこういうお尻から進んでますよね今。その止まった状態でいいです。その止まった状態からそのまま上にこう押し上げて、そのまんま押し上げるとこうになりますから。これね難しく考えすぎてね、あれこれこうこうかなこうかなあかなってやってるとぐねぐねと違う感じになってしまうので、この羽は素直に上にそのまま持ってってあげれば意外とできます。はい、次行きましょう。はい、次木ですよね。木も弦と一緒でこう斜めのラインが作りたいんです。それに弦の時に話したようにここに関数字の2が見えるような感じなんですけど、次ねここは今度ここに3本線があるけど、これはどういう風に書いたらいいのかなっていうと、中心の取り方としてはこれもまたちょっと左にねこう寄ってますよね。でここのこういうラインでまず一画目一緒です。こう切って左に短くで二画目ギュッと太く、三画目まっすぐでもまあいいんだけど、全部が上に行くような、あ上ってあの斜めのラインね、こう行ってる方向はまあ一緒、線の質はどうかなって見ます。その後キュッて上に上がるような線と、まあまっすぐな線と、これはこれキュッて上がってるんですよね。ここはちょっとね難しいかなって思うところです。で長さに注意しましょう。ここはそんなにはな長さに差はないんですけど、こっち見てください。ここすごく違いがこれよりもねあると思うんですよ。左にってどんどん出てってる。で何がしたいのかっていうと、全体でこう見た時にこういう右のラインっていうのはこっち側がこうギューッと出てきますよね。だからここが頑張っちゃうとこのラインがこういう風に角度があんまつかなくなってくるんですよ。本来こういう風にいっぱいこういう風にしてあげたいんだけど、上がねここが長いとこうなっちゃいますよね。だから短くしたい。でこっちの右側のこれと左側のこっちの部分、これも気にしたいんですよ。
これが甘くなってくると、角度があまりつかなくなってくるとこういう感じになりますよね。これだとなんていうか、字の中の小三角形、外形三角形が崩れるというか、バランス悪いんですよ。左がギュッとこういう風に角度がつくのであれば、これと同じような角度でこちら側もね、こういう風に持ってきてあげたい。同じこれ二等辺三角形とかっていうんですか、こういう感じこういう感じの形を持っていきたいので、ここに上を短くしておいて、トーンこっち出てね、キュッっていう風にこう持ってきてあげる。こうしっかり出てますよね。でそれからこちらがこういう風にこのライン、この一番底辺の部分まで来て、こうに来てあげると、これかなり綺麗に決まります。で最後ここが開いてあげるような感じで持ってくる。まあ、こんなにギュッてやってないので、ここもちょっと優しくねしたいとこなんですが、少しこちらにね似せて描いていきたいと思います。まず中心線の取り方は、このお手本の場合なので、まあ持っているものに忠実にっていうのが一番いいですね。こういうふうにこちらからギュッと入ったら、小さく左へ行きます。これね、下に行かないようにね、角度。それに対してまた接続の仕方はこういう感じ、そこからギュッ短く、もうここはもう短く太くて構いません。横の線どうしてもなんか下が詰まっちゃいそうだなっていうところで、ここ細くなりがちなんですけど、2画目のこれは太く短くこういう感じですね。こういう風に入って、で次多分ここの角度、この入り起筆の角度とこれね、この角度見てください。やや寝かせてるのが分かりますか、角度の違い。ここにはぶつかってて見えないところですけど、こういう風に筆を入れたなっていうこのラインが見えるんですよ。このラインに対してこちらのラインはどうなるかというと、ちょっとこういう伏せ気味というか角度の違いありますよね。これとこれ、ほら、ね、こうやって見ると全然違いますよね。そうだからちょっと狭く描きたいななんていう時には、こういうところちょっと寝かせるって、こうね角度をねこう優しめにしてあげると筆は細く描けます。ということで、これ1、2、3画目はじゃあなるべく左に出たいんだっていう話しましたね。左に出ときながらうまくこういう向きに入れます。筆をこういう向きで入れてあげて、こうです、こういう感じですね。だいたいまあちょっと同じかちょっと短いかなぐらいで構いません。で次はね、これね多分キュッてやるために、少しほらこの間を見てください。少しこちらの方が広いんですよ。ということはここよりも少し下から間隔がね、ここよりも空いてるっていうこと。左に出てこうしといてキュッと持ってきてる、こうしといてキュッ、ここの間隔とこの感覚はちょっと違ってるっていうところですね。下から上がってます。こう下からこういう向き、まあこれはこんな感じですね。こんな感じで入れておいてキュッと上がるような、もう大げさに言ったらもうこういう感じですね。こういう感じで少しここ狭くなってますね。で一旦筆をここでよいしょ、しっかり置いて筆をキュッと頬を立てるような感じです。頬をね、そこから内側に折れて外にこのラインで持ってくる。それで三角形を目指します。こういうイメージですよね。ギリギリまで来てください。ギュッと来て、でこう上に跳ねるようにしてここに角度をつけてください。ここね、隙間を開けるようなイメージで、そうするとこんな感じですか。こういう風になりますよね。こんな感じ。
そうで最後はここからこういう風にこうにぶつけていくんですけど、シュッとこれまま下にダランっていかないようにここに隙間を空けるような感じにしたいんですね。この底辺の部分っていうかこの中身になる部分なんですけど開けてあげたいんですよ。ちょっとこのお手本見るとこの中心線よりも内側にあんまり入ってないのでこれもうちょっと左でもいいかもしれないですね。そうするとここ懐ゆったりと見えるかなと思います。なのでそのあたりもちょっと見てみてください。こちら木ですね。木は三角形目指すんでしたよね。ちょっとそれが難しく感じるかな。ここのラインをしっかり取るっていうってことは2画目を短くしなきゃいけないってことですね。まずは1画目こちらから一緒です。いつもこういう向きで入って背方を立てておいたら左へ小さく払います。2画目の入りをこういう感じで持ってきてここからギュッと太いです、短いです。お尻下げすぎないで3画目はじゃあどの位置から入ってどの角度なのかって言ったらここ気をつけなきゃいけないところ、これと同じように描こうとするとぶつかるんですよ。ここだからでもここ狭くしないと広がっちゃうしなんて思ってると同じ角度でこうやっていきたくなるんですよね。こうやっていくとどうなるかやってみましょうか。こういう感じになるんですよ。これ絶対うまくいかないやつ。じゃあこれを1、2って書いた後どういう風に入れればよかったのかって言ったら、3画目の位置はこう、お尻はどこにあるかって言ったらここ、穂先はどこって言ったらここ、こういう向きで筆を置く。もうこの置き方自体で違いますね。ここ今こういう風に置いてますけど、こう置いてこうに来る。今同じ色で描いてるかわからないですけどここ確実に開きましたよ。ここがで 1,2,3,4 画目はって言ったらこうしてキュッて持ってくればいい。でまあ大体ここはそんなに変わりはないんですけどいやいやちょっとこういう感じでこっちの方がこう大きく出てるかなっていうぐらいに持ってくるといいんですよ。そうすると全体がこういうライン三角形出てきます。ここねの置きはここ大きく置きます。こういう風に置いてこの動き次が難しいかな。こう置いたらこちらです。こう内側に入るようにこっからこうでこう外に向かう。ちょっと一瞬ここが難しかったかもしれないですよね。こうやってもう一回やっておきますか。こうしたらこの角度で置きます。意外とねこれねあんま下がってないんですよ。こう来たらこのまんまこれでいいですよ。そしたら折り返すようなイメージ、こう折り返してください。そうこんな感じ。なんとなくテープをこうやってこうやって貼り合わせたのかなみたいな感じの、動きがありますよね。ちょっといけない例で言うとねどうかな。こうしたら押し付けたまんまこうやっていくとなんとなくこう太く外側に力が向いあなんかかかってるとこういう風になりやすいかな。これどっち力入るか、力っていうかねこっち穂先の方に集中してるといいかもしれないですね。言葉でね説明ってすごく難しいんですけど、ちょっといい方合ってる方もう一回やります。こうしたらここにキュッてこう結構この角度はね下がらずこっからのちょっと待って分鎮がこっからこうしといたら内側に力を加えるようなイメージにしてこうきますよね。その後羽ってどうしたらいいのかって言ったら一回ここで止まってください。しっかり止まってここに隙間作りたいんでしたよね。だけどこっちに跳ねるのは違うんです。これじゃない、うわーんってこういう風に本来行きたい、うわーんっていう感じ。でもこんなに内側に向いてないんですよこのお手本が。
だからもうちょっと優しくていい。こうに来てこうしてしっかりこう筆を立てて、そこからこのくらいかな、こんな感じです。ここね、さあ先手見てください。あともう一つ、中の部分、中の部分がちょっと難しいかな。ちょっと紙を変えますね。カタカナの目のような感じになってますね。ちょっとこの中心線との関係も見といてください。あまりこっち右に寄りすぎてないんですよ、これがね。で、目描いてみましょうか。こういうところ筆をしっかり立てます。頬を立てる、こういう風にね。もう一度いきます。こうして頬を立てて左へ、こんな感じで左へって言ったら、このままこう言って、本来はこう来てこう来てここに到着してこうやって引くんですよ、ここはね。なのでバラバラになりたくないんです。ここからのここ、いつもこう入ったらこうしといて、このまんまこうに行きたい。だけどここからこういう感じがそこまで強くはない、これお手本がね。だから自然な感じで書くにはどのくらいかなって見てみましょう。こうしといてこうで、そこからこれが多分角度がねあんまりついてないんでしょうね。このくらいかな、このくらいでいいでしょうね。はい、一番ね気になったのがこの「な」なんですよ。これね、ここちょっとねこういう書き方の「な」なんです。下で止まらずにギュッとここまで来て「1、2」って書くような「な」で、これ実際は2年前使ってる学校もちろんあったんですよ。今年もあるのかもしれないけど。でこれがただ普通の、普通のというかね、1、2って書いて3、4、こういうね、ここまあカーブはするんだけど、この下の部分で止まる、よく 見かけるというか、よく書く、私もこっちを普段は書くんですけど、この「な」の方のお手本を持ってる子もいたんですよ。だからねちょっとね、まあどうしようかなと思ったんですけど、今日は手元にあるこちらの方で説明をねしていきたいと思います。これは一画目優しくもちろん入ります、ひらがななので。だけどここ結構こうキュッとキュッとちょっとしてるんですよ、まっすぐに見えますけどね。でこっからこれもちょっとキュッてこういう感じで、ここの長さがすごく長くて、こっちが出ない、あんまり出ないんだよっていうところ、1ってきたらすぐ上に行くような感じで2で、かなり下です。これもうちょっと上でもいいかなっていうぐらいですけど、このお手本の場合はかなり下にあるので下に下げてください。これ確かにこう上に書くとじって縮こまりやすいかなって思ったりするのでいいのかもしれないですけどね。これ結構下の方で、そのためかたっぷりと大きく書けるなっていう印象でした。ここからこうに来て、ちょっと上に行ってるのも気になる気もするけど、こうにしといてここで止まります、しっかりと。でこういう結びの部分とかのこういうところで筆がパタンって向きが変わらないように、違う動画でも言ってると思うので、他の学年の他のお手本のものとかもちょっとご覧になってみてください。同じようなこと言ってるところってたくさんありますので、この部分を注意するところです、まずは。それぐらいかな。ちょっとじゃあ横に「な」を書いていきましょうか。まず中心線ね、中心線ここにあったとしたら、左側から9、こうすぐ上に行くような、ここから上に行ってこうです。でそこからこう行って、かなり下ですよね。でこうしといてここまで来ますよ、こんな感じで。ここまで来といて1、2、間を書いてるような感じですね。
ここがね、うん、なです、はい、なが難しいかな、慣れてない子にとってはこれは難しいかもしれない。1画目こう上がって2画目こうですね、このぐらいな感じなのはいいですよね。で3画目かなり下、このくらいで跳ねるけど、こう来てこちらまで行きます。ここはい、筆はまだちゃんとついてて、頬は穂先はあちら向いてます。あっちね、分かりづらいけどね、こっちで1止まって2、ここが難しいところ、ちょっともう一回行きましょうか。今喋りながら難しい。ここで止まった時じゃあどうなってるかって言ったら、こうなって、はい、こちら向きです。見えますか、これ穂が、穂はこういう向きで、ここに何、ね、こういう向きなんですよ、穂が。お尻がここにありますね、穂先がここにありますね、これね、こうに来てこの状態で止まってます。でそのまんまでいいです。1で2っていう風にするといいんですが、こう来てこう来てここでなんだか迷ってて、いろいろ迷っててグリグリやったら穂先がこっち向いちゃった場合、穂先が今こっちこういう風に向いてるんですね。その状態でよいしょってここにやると、これ違うんです。ここは良くないやつですね。はい、そこをもう一番注意しましょう。こうです。こうも他の手本のやつはちょっとね違う感じがしたんですよ。大きく違うのはこことここ、差が、長さに差があるように見えますよね、これ。ただもう一つの方はね、あんまりその差がなかったかなっていう印象でした。まあでも共通して一緒なの、こういうとこちょっとふっくらめにしてあげて、ここの押しをしっかりすること。こちらもこういうふっくらめな感じですね。そう、それから、まあ、ここ中心線の取り方、やはりここのここがずれないようにですね、とここ、こってこういうところがすごくね、あのなんていうかな、ギュッてねやりますので、そこ、この部分とこの部分が合うような感じ、位置的にしっかりとここの中心線のところで合うと、あのなんか体が曲がったような感じの字にならないのでいいかなと思います。実形としてはまあまあこういう感じを目指してもらえればいいんですが、縦の長さに対してやっぱりここの横だけ頑張りすぎると少しおかしなことになるので、そのあたりはねバランスを見ながら最後の横の棒をねギュッと頑張ってください。まあこの余白を見ると分かるんですが、頑張るって言ってもそんなにあのやりすぎなくていいかなぐらいです。もしかしたらこの紙ちょっと大きいのかもしれないですね。なんかね、多分拡大してその時の先生が大きくしてくれたみたいなんですけど、若干ちょっともしかしたら大きすぎるのかもしれないですね。はい、ちょっと横にね書いていきます。まずは中心線取っていきますけど、こういう風になってたとしたら、そこに乗っかるようにまずは左斜め上からこういう風に入って、少しふっくらめです。こうで、ここでこうしっかりこの向きで置きますよね。ギュッと置いてあげて、立たせます。あの筆の方を立てます。立たせておいて、これギュッてこっちにこうへこまないようにしましょう。へこむと太さがある筆の場合にはここがなくなっちゃいますからね。ここがね、こうじゃないですよ。こうに行きます。ここからのこうで、真ん中のこの中心線にあの持ってくるようなイメージからこういう風にね、こういう風に来てください。太さがこうあります。こういう風にね、でその時にここに隙間をより作ろうと思うなら、こう入れたらちょっとふわっとあの力を抜くような感じで持ってくる方がここは開くんですけど、でもこのお手本を見る限りそんなに力抜いてるような感じではないんですよ。弱くはなってないので、その辺の加減をねちょっと注意してください。
どうしてもこう開けようとしたりすると弱くなっちゃったりするんですね。で弱いっていうのはやっぱ良くないんですよ。弱く見せたくはないのでね、そこです。でここ一回こう払っちゃうわけじゃない、払うってシューって大きくやるんじゃないんですけど、少しあの筆を上げてしまってもいいかもしれないですね。でここからこういうふうに新たに入れてもいいです。でもまあ自然とこういうふうにつながりが見えますからね、キュッとこう大きく引くようなイメージ、ちょっと引いてください。キュッと、これ引きがないとこういう、ここはまっすぐなこういう感じのね字になっちゃうんですけど、これかなりこう引いてますよね。そうってことはこちら側にギュッてくるんですよ。でそこからこういうふうにこういうふうにいくようなイメージです。ギュッとしてギュッとして、ここでこういう感じの跳ね方、太さを付け加えてみると、ちょっとここ行き過ぎたかな、こんな感じ。最後の最後がね、なんとなくこっちにピヨンってこういう感じに、ね、見えるんですよ、ここ。だからあんまりこうグワーンっていう感じっていうよりはしっかり止まっといて、こういう感じでいいかな。でそこからこのまんまこういう感じなんですね。で左重視、左は見てくださいね、ここね、左は結構これは長いんです。こう入ってこうに来といて、ここ早めにこうこんな感じなんですよ。とここ短いでしょっていうのがこれですね。はい、忠実にいきましょう。こちらね、こうです。こうは、まずはじゃあちょっと一画目いってみますね。こう置いてそのままちょっとふわっとしてるかなっていう感じですね。でここしっかりこう置きます。置いて太くする、まあ大きく置くんですけど、穂はしっかり立てますよ。立てた状態です。そこからこういう風にきます。なんかねこういう感じです。これここね、どういうの下入るかな。ここはこういう風にちょっと引いてる感じしますよね。かなり引いてて、中心線はちょうどこういうラインでここにいます。ちょっとね下映んないのでこれちょっと切れちゃうんですけど、ここにやってみますね。でここでこうやったでしょ、でしっかり置いたでしょ。そこからここに向かってきますよ。真ん中こうね、こうやって乗っかるような感じでいいです。で乗っかってきたらこう太くしといて、横へ横へと思ってください。横、うん、これのね、そうそうそう、このままちょっと流れでやっちゃうと、こうにしたらこう筆をこう置いてこういう風に持っていくんですね。これ上がり調子ですね、かなりね上がり調子で、このお手本の場合はさっきもね言ったんですけど、左がなんとなく長いんですよ。で右はねちょっと早めに終わってます。最後方しっかり上げて、ここお尻持ち上げといてください。でこう跳ね返すようなイメージで終わってくれるといいかな。ちょっとこれ上がり調子が強かったかなと思うんですけど、この中心の取り方としたら、まあ、こういう感じでねやるといいかなと思います。